6月28日、溝口駅長の朝ライブ始めてまいります。皆様よろしくお願いいたします。で、今日のお題をですね、エアコン効きすぎ問題といたしました。列車のエアコンの話なんですけどもね、どうですかね。最近は急に暑くなったんでね、場所によってはなんかエアコンかけててもなかなか効かないよっていうところもあるかもしれません。で、私昨日なんですけど、用事がありましてね、大阪市内へ出かけて行ったんですが、久しぶりに大阪メトロ、地下鉄に乗って、市内をね、ちょっと何か所か移動したんですが、地下鉄なんでね、日差しがないからか、結構車内のエアコンが効いてましてね、外から暑い外を歩いた後に地下鉄に乗ると、うわ、めっちゃエアコン効いてるわ、やったーと思ったんですけどね、10分15分乗ってるとですね、逆になんかめちゃめちゃ冷えててですね、ほんま体が芯まで 冷えそうなぐらい、寒くってですね、いや、ちょっとこれ効きすぎやんって思ったんですが、いかがですかね、普段地下鉄利用されてる方。ね、男性とかだとね、体格がいいし、その上に、スーツなんかを羽織ってるとね、もう全然そんなエアコンなんて効いてないよと、全然効いてないぐらいだよって思われるかもしれませんけれどもね、軽装で乗ってる方とかね、女性とかだと特に寒いなって感じてる方多いんじゃないかなと思うんですが、いかがですかね。地下鉄は結構そういうのを感じましたし、駅もめちゃめちゃ涼しかったですね。真夏はオアシスかもしれませんがね、なかなか、誰かに合わせると誰かにとっては快適じゃないっていう問題があるので、なかなか難しいですよね。で、ちょっとそういう問題があるんで、鉄道会社によってはね、普通の冷房と、あと弱冷車っていうのを用意してね、寒い方は弱冷車の方に行ってくださいっていうのになったりするんですが、これ弱冷に行くと、今度は逆にね、あんまり効いてなくって、暑く感じたりするっていうのはなかなか難しいですよね。で、毎日乗るようなね、路線の列車であれば、もう弱冷車のところに並んどけばいいんですけれども、たまに並ばないような路線だとね、弱冷車がどこ、前寄りなのか後ろに寄るのかも分かんないし、もう急いでるから、もうわざわざね、弱冷車まで移動するのもめんどくさいから、もういいやということで我慢してね、普通の冷房車に乗ったりするんですけれども、通勤でね、長時間列車乗るような方はね、もう自衛でね、なるべく羽織るものを持参したりとかするしかないのかなと思ったりいたします。で、もう最近はね、もう冷房ついてるのが当たり前で、非冷房車なんていうのはね、もう見かけなくなりました。地方に言ってももうなかなかないかな、見かけないですね。地方私鉄とかだとまだあったりしますかね。とか、通常あんまり高温にならない北海道とか東北とか、あるいは山の上の方、標高の高いところを走る路線とかですと、まだ冷房がついてない車両が頑張っているかもしれません。でも最近はね、北海道でも、もう夏になるともうね、30度35度とかね、なる時もありますから、北の方だから必ずしも涼しいとは言えないんでね、だんだんと冷房火力が上がってきてるかなという気がいたします。で、昔はね、冷房がなかった頃は、扇風機ついてましたよね。上に、5箇所か6箇所か、扇風機がね、ブンブンぐるぐる回っててね。つい最近まではね、関西でも和歌山線を走ってた105系っていうね、古い国鉄型車両には扇風機がついてて、一応冷房と扇風機と両方ついてたんですけどね、105系がもう車両によっては全然冷房が効かなくって、ついてるんだけれども、もう冷えた風が出てこない 結局扇風機を回してね、かろうじて耐えるっていうような状況がありましたけれども、2年前ぐらいに新型の227系に置き換わって、その問題はだいぶ改善されたのかなというふうに思いますが、扇風機だけだった時代って、もうなんか今から考えるともう思い出せないですね。本当に扇風機だけでしのいでたのかなっていう。一番理想はね、自然の風で 涼しいのが理想なんですが、最近ちょっとコロナの関係でね、窓が開く車両は、できるだけ窓を開けて換気するっていうような感じになってて、外の風が入ってきてるんですが、今年はちょっともう熱風しか入ってこないでしょうね 風が気持ちいいなんて言えないでしょうね。本当に今年の暑さとも本当
当になんか異常ですよね。ね、つい先日も群馬で40度を超えたとか、まあ、昨日とかも40度は超えずとも、もうね、それに近い、まあ、体温超えが当たり前というところが多くって、もう私もなんか昨日ちょっと外で歩いたり、まあ、その前もね車で外出たりしたんですけど、もう車のエアコンガンガンに効かしてるんですけどね、全然冷えなかったですね。もう外の熱がすごすぎて、でもう外から帰るともうさ、ほんとなんかグターッとしちゃいますね。なるべく水分取ったりね、塩飴舐めたりして予防はしてるんですけれども、それじゃ落ち着かない感じです。なんかね、まあ、去年よりも1歳年は確実に取ってるんでね、まあ、年のせいもあるかもしれませんが、本当にね熱中症を皆さんね気をつけていただいて、で、まあ、どうしてもねエアコンガンガンに効かせたりとか、あと冷たい飲み物、まあ、氷いっぱい入れてねお茶飲んだりとか、あと、まあ、かき氷とか、まあ、アイスクリームとか、まあ、冷たいもの美味しいんですけどもね、あまり量はたくさん食べないように、お腹冷やしすぎないような感じでね、少量食べて、まあ、ちょっと口を冷やすぐらいの感じにするのが一番いいんじゃないかなというふうに思ったりいたします。あとね、私まあ、どうしてもコーヒーが好きなので、まあ、夏場になるとアイスコーヒーを結構飲んじゃうんですけれども、やっぱりあれ良くないみたいですね。まあ、コーヒーは利尿作用があるんで、まあ、水分、まあ、コーヒーで水分取っても、取った以上に、おしっこで出ていってしまいますので、あまりよろしくないみたいです。あと、まあ、アルコールですね、ビールとか、冷たくてね、飲みたくなるんですけれども、やっぱり、まあ、美味しいから飲みすぎちゃうっていうのもあるし、あと飲んだら飲んだ分だけね、利尿作用で出ていってしまいますんで、まあ、飲むんだったらできるだけ、アルコールじゃない水分を取るようにしないとね、体に負担になるみたいです。まあ、できるだけ飲まないようにというふうに思ってるんですがね、なかなか難しい問題でございます。はい。皆さんどうですかね、体調大丈夫ですかね。まあ、まだ夏、まあ、本来まだ梅雨なんですけどね、6月過ぎて、だいたい7月の中旬ぐらいまで梅雨というイメージなんですけれども、今年はなんか雨も降らないし気温上がりっぱなしなんで、本当にまあ梅雨じゃなくてもね、夕立ぐらいはね毎日来てほしいですね。せめてねざっと降ってもうカンカンに焼けたアスファルトを冷やしてね、で夜になれば少しはね過ごしやすくなるんですけれども、どうなんでしょうかね。まあゲリラ豪雨は困るんですけれども、もうなんかしとしと降るような雨って本当に滅多になくなりましたね。まあ、なるべくそうですね、まあ、最近はもうクールビズが浸透してて、で会社によってはねもう本当にワイシャツじゃなくってもポロシャツでいいよとかね、もう軽装でいいよっていうねところもあるみたいなんで、なるべくねもうエアコンに頼らずに涼しくする方法を考えた方がいいですね。皆さんそれぞれ、まあ、できる範囲で、まあね電力逼迫状況もあるんで難しいですよね。なんか昨日もね電力逼迫には気をつけないといけないんだけれども、熱中症にも気をつけて、適度にエアコンをつけてくださいっていうのも難しいですよね。まあ、家庭は、まあ、自分で調整できますけれども、企業とかね大きなビルとかだと、まあ、集中管理なんで、まあ、いきなり止めるわけにもいかないでしょうしね、弱くしたりするわけにもいかないんでね、難しいかなと思いますが、まあ言っててもしょうがないんで、なんとかこの夏を乗り切るように、頑張りましょうまあできるだけね、まあ、夏休みできるだけ秘書に行った方がいいですね。涼しいところに行きましょう。もう山とか、涼しいところに疎開しましょうはい、ということで今日はエアコン効きすぎ問題というテーマでお話をいたしました。